もうすっかりいい時間ね、千早ちゃん。どう？事務所に戻る前にそこのバーで軽く一杯。え？バーでって何を言ってるんですか、あずささん。あら、プロデューサーさん、見つかってしまいましたね。せめてソフトドリンクを飲みながらと思ったのですが。あずささんはバーとかよく行くんですか？そうね、雰囲気が好きで、たまにお友達に話を聞いてもらいに行ったりするんだけど、やっぱりアイドルの話ができる相手が欲しいわよね。それで千早ちゃんならと思ったんだけど。私にはまだ早いです。あずささんと対等に話せるほど大人でもありませんし。ですよね、プロデューサー。じゃあ千早ちゃん、約束。いつかバーで語り合えるアイドル友達になってね。楽しみに待ってるから。わかりました。ちゃんと精神的に成長して、あずささんのお相手ができるようになります。私から見ると千早ちゃん今でも大人だと思う時があるんだけど、それは世間には通じないものね。待ってる間はプロデューサーさんにお相手してもらおうかしら。どうです、時間。あら残念。それじゃ素敵な夜はまた今度ですね。